こそばい。もう急にくすぐるからびっくりするやん。昼ご飯はアルカロイドの4人で食べたんだ。早食い競争をしたけど僕の不戦勝だったよ。また会えるなんて嬉しいですね。おっす、おはようございますプロデューサー。今日も一日張り切っていくっすよ。いつも会いに来てくれてありがとうな。今日もよろしくお願いします。ナイツの名に誓って私が導きましょう。アイドルとしてキラキラ輝く一番星になるんだ。
アイドルというこの桜花、一つ咲かせてみせましょう。もうレオさんが急に襟の中に雪を入れてきたのですよ。さすがの私でも怒ります。アイラに僕は雪が降ったら庭を駆け回りそうだと言われたのだけど、どうしてそう思ったんだろう。